はここまでとする。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何書くの？すごい絵日記書く。庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ。実際大したことなくてもアーニャちゃんにとってはすごいものなのかもしれないでしょ。はっ、ってことがあった。そうか。おはよいます。寝ぼけてるな。朝ごはんできてるぞ。今度朝起きれて偉い。今日も一日頑張りましょう。アーニャちゃん、テストの自信どう？問題ない。いい気になるのよ。計画と違う。そうがないなら気安く喋りかけんな。アーニャ、次男と仲良くしたい。ワクワク。お絵かきお絵かき。もっとピーナッツ食べる。助けて姉さん。近くまで来たから寄ってみたよ。今度のお出かけだが、行きたいところはあるか？水族館が悪者に乗っ取られた。いつものスパイごっこか。早くしないと水族館潰れる。リニューアルしたばかりだから安心しろ。お魚。楽しそうですね。よし、ついてこい、エージェントチッチ。はしゃぎすぎてはぐれるんじゃないぞ。アーニャ、いっぱい遊ぶ。一緒にお出かけ嬉しいですね。こんにちは、フォージャー家の皆さん。今日の先輩もすーきー。アーニャさん、よかったら絵日記を見せてもらってもいいですか？うい。これは公園に行った時の。これは水族館に行った時の。また一緒にお出かけしたい。わかったわかった。次のお出かけ先を決めるぞ。